皆さんこんにちは。本日はエキシビジョンマッチ日本対スロベニア、この試合の解説にはおなじみ中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。中西さん、早速ですが今日の見どころをお話しください。はい、両チームともどういう形で試合に入っていくか興味があります。今日の主審はカート・ホワイトさんです。さあ、サポーターの見守る中、前半戦スタートです。まずは立ち上がりを注目してまいりましょう。右に展開します。激しく奪い合います。左へ振りました。先制のチャンスだ。いい折り返してくる。あっと、わずかにそれた。いやー、いい位置にいましたね。はい、ここは中田英寿、いいカットでしたね。左サイドを使います。落ち着きましたね。これは長すぎます。0対0、点差はありません。スローインを受けたのは宮本。左に展開します。そしてクナップです。前に送って、左に振って、カシマウィッチ、うまくコースを塞ぎます。そしてここは中村。さあ、どんな攻撃を見せるんでしょうか。左を使ってきた。大きく前方へフィード。さあ、ワンタッチで、そこからパウリ、うまく受けて、ここは中村、縦に出す。先制のチャンス。ボールの先に柳沢。ちょっとタイミング合いませんでしたね。縦に出した。回してパウリ。激しいチェックに行きます。さあ、前半も時間が少し経ちました。スロベニア、今のところいかがですか。ちょっと慎重になりすぎてるかもしれませんね。ヘッドだ。ダイレクトにつなぐ。ここから稲本、ザオリッチ、ファールです。フリーキックです。流し込んだ。硬い守り。さあ、前を狙えるか。サイドから中央、
縦に送ります。中に返して、さあ縦へ下げて、ここはカジ、長いボール、突破させません。つないでシリアク、前へ送る。前半15分が経ちました。先制点のチャンス、ゴール前にいるのは高原、いいフォローです。ここはボールを下げました。縦へ、縦へのパス、これを返してもう一度、左へ回す、稲本、必要なチェック、プレッシャーを与えます。ファウルを取りません。右に振ってきた、そしてナジー、右へ出した、右を使ってボールの奪い合い、ロングシュート、日本左サイドから上がる、ボールはサイドから、そしてここは中村、後ろにはたいて、そこからサントス、スロベニアピンチを迎えています。ホイッスルがありました。ファウルのようです。日本直接フリーキックを得ています。来た、これは PK か、しかしこれはペナルティーエリアの外でした。さあいい位置でチャンスを、そのまま狙った、左側のポストをかすめていった。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。ただこれで次へのいいきっかけになるんじゃないですか。なるほど、前に送る、ダイレクトで送る、タッチを割りました。ボールを入れるのはスロベニア、まだ両者無得点、長いボールだ、ここはしかしサントス、ここはパウリン、スクエアにボールを運びます。まもなく前半も30分が経過します。いいチェックですね。回して柳沢、後ろ、縦に出して、左サイドを使ってきた、縦に大きく出します。前に出した、前へ、ここから柳沢、柳沢大きく横へ運んでいきます。送って前方へ、前に送って、下がったボールはサントス、横へ運んでいきます。つないで坪井、左に振ってきた、そして左から中村、右に送って、左から上がっていった、
右を使ってきた。さあ前へ、左にさばいて、競り合ってシュートだ。キーパーセーバー、いや危なかったです。でもよく触りました。まずは今日最初のセットプレー、見せ場です。はい、狙ってほしいですね。しかしクロスはキーパーに行ってしまった。縦に出す、縦に出した、大きくいった。ディフェンダー必死にコーナーへ逃れました。さあコーナーからの最初のセットプレー、中を狙ってきた。よく守っています。素晴らしいディフェンスだ。フォワード、シリア、そしてエンド、縦に送ります。そしてここは稲本、そこからカジ、激しい攻防です。センターへ、ここはシリアン、激しい奪い合い、よく守ります。前へ送る、回してアシモビッチ、右サイドを使ってきた。これは抜けません。ナイスインターセプトですね。フォワード、アシモビッチ、ちょっと持ちすぎたか。そろそろ前半の40分を回ったところです。ダイレクトパス、ここから遠藤、縦へつないでアシモビッチ、チャンスになるか。縦へのパス、そして高原、左へ回して前に送る、一気に前方へ送る、左サイド長いボール、縦に出して いディフェンスです。そしてここは稲本、素晴らしい集中力、大きく前方へ、前に出した、ここでホイッスルが鳴りました。それでは中西さんに伺います。前半戦振り返っていかがでしたか。まあ、得点は多くなかったんですが、ここの局面は非常に見応えありました。はい、それでは前半戦のデータをもとにお話伺います。日本チーム全体の動きについて中西さんどう思われますか。同点ですから何とも言えないんですが、もう少しピッチを広く使って攻撃のバリエーションを増やしてほしいですね。なるほど、ありがとうございます。前半を終えて点差はありません。両チーム無得点のまま前半を折り返しています。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半戦が始まりました。両者まずは先に得点したいところ。下げてここは稲本、そこから梶、ヘディングシュート、今度は左から上がっていった。
中央から上がっていきます。左へ、さあ今度は左から上がっていきます。さあ一気に前線へ送った、これは読まれていました。ワンタッチで右に振って右サイドの攻撃になりました。危ない、狙ってきた、キーパーを防いでいる、狙った、止められはしましたけど積極的に攻めてますよ、はい、いい形でしたがここはキーパーがっちりキャッチ、左へ出した、ここはザオリッチ、前、ゴールを狙った、うまくキャッチしましたね、はい、いい動きですね、前方へ、あっと危ないプレー、回してストムツ、さあ先制点のチャンスになるか、グランダーのクロス、さあロングパスだ、日本右サイドから上がっていきます。激しいチェックが続きます。ボールはタッチラインを割ります。スローインは日本、ボールを入れるのはカジ、ゴール前に切り込んだ、来たか、これはわずかに右、いい感じでフィニッシュまで持っていけたんですがね、はい、あと一歩というところでした。ボールは後方へ、ここは戻します、左を使って左サイドからの攻撃になりました。左に送って、前に送って、ワンツーパス、いいですよ、パウリ、詰め寄られました。下がったボールはサントス。後半も15分が過ぎました。中村、スクエアにボールを運びます。右へ展開して、左へ展開して、そして左からサントス、下げて、ここは坪井、右サイドを使います。大きく縦へ出します。右サイド、長いボール、右へ、日本右サイドから攻めていきます。後ろにパス、ここから宮本、スルーパスを出してくる、入ってきた、後半も半ばに差し掛かったところですが、いかがですか中西さん、はい、ワンチャンスで勝負は決まりそうですね。ボランチのパウリ、キーパーしっかりと掴みます。右に展開します、縦に送って、スクイクロス、さあシュート、パンチング、鉄壁の守りを見せます。
この位置でボールがタッチを割りました。先制のチャンスだ。クリアした。ボールはタッチラインを割りました。一旦後方へ下げます。左に出した。右にはたいた。パスを回してゴール前に入れた。入るか。シリア、力のあるシュート。今の攻撃はいかがでしたか、中西さん。はい、いいと思いますよ。あと少しですね。左へ振りました。縦に出す。一旦戻します。先制のチャンス。スロベニア、ここは止めました。日本優位に試合を運んでいます。チャンス続きますね。さあどうする。これ悪くないですよ。これはクリアします。まもなく後半の30分が経過します。宮本、激しいマークを見せます。ダットファールです。宮本、レフリーから注意を受けています。さあこの地点からのプレースキック、ヘッド、ゴール。スロベニア、ついに最初のゴールが生まれました。シリア、ようやく決めました。試合の流れが変わりました。いやー、しかし見せてくれましたね。さあ画面にはリプレイが出ています。いい時間に先制点を挙げました。中西さん、待ちに待った先制点ですね。この後もしっかりと自分たちの戦い方ができればいいと思います。そうですね。日本、今のところ1点を追うという形です。これをどうご覧になりますか。チャンスはあるんですけどね、あと一押しじゃないですか。固い守り、スペースを狙う。繋がった。左サイドを使います。一旦後ろへ返します。これはファールの判定。大きくすくった。通った。左に展開します。ここか。決めた。2点目。スロベニア再びゴール。ザオリッチ、思い切ったロングシュートを決めました。ノリに乗っています。いや、いいシュートセンス持ってますよね。スロベニア、今のところいい展開で得点を重ねています。本当そうですよね。順調ですよね。いいプレッシャーですよ。いいマークですよ。さあ追い上げたい。左に振って、左を使ってきた。左サイドを上がっていく。中へ返します。縦にボールが出ました。縦への大きなパス。
よく守っています。左サイドを使ってきた。ロングシュート、ここは入れたかった、外れてしまいました。中西さん、惜しかったですね。こういうシュートを決めるとチームにも俄然勢いが出るんですけどね。右へ出してオープンスペースを使ってきた。3対0スロベニア2点連取。ナジ、これが世界のプレー。スタジアム中が大歓声で揺れています。先に2点取ってましたからね。勢いの差ですかね。さあ日本、依然ゴールを決めることができません。差でこの後どう戦うべきでしょうか。中西さん、リードが大きいとえホイッスルが鳴るまでは分かりませんからね。しっかりとボールを支配したいですね。ここで笛です。この位置から蹴るのは中村。直接狙った、中村強烈なシュート、狙っていきましたが惜しくも外してしまいました。ただいいと思いますよ。こうやってどん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 相手にプレッシャーを与えたいですね。さあ遠藤、前に送る。下がったボールは遠藤、小さく頭でクリア。素晴らしいディフェンスだ。下げて、後半40分が過ぎました。縦に出した、後ろへ、浮き球のパスが出た。面白いボールです。放った。スロベニア得点してからいかがでしょう。イメージが残っているし、もう1点いってほしいですね。うまく止めましたね。さすがですよ。セービングには非常に定評のある選手です。左へ出した、下げて、ここは遠藤、足技を見せます。ミドルシュート、あー惜しい。いやー、ちょっとコースに行かなかったですね。はい、そうですね。ザオリッチ、この試合1得点。縦に送ります。下がったボールはザオリッチ、大きく前方へフィード。うわーっと、ここで試合終了となりました。3対0スロベニア、一方的な勝利。結局相手を寄せつけませんでした。さあ中西さん、今日の試合どうでしょう。スロベニアとしては思い通りのサッカーもできていましたし、うまくいったと思いますよ。そして試合終了後のデータを少し見てみましょう。スロベニア、シュート数においてもリードしています。はい、攻撃の形ができている証拠ですね。今後もこういった試合を続けてほしいです。ご覧いただきました試合は3対0スロベニア勝利しています。そろそろ放送時間も残り少なくなってきました。解説は中西哲夫さんでお送りいたしました。中西さん、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラでした。皆さん、また次回お会いしましょう。